皆さんこんにちは。うっきり姉妹のノアです。今日はなぜ一人で撮影しているかというと、ミクにドッキリをしたいと思います。ということで、今日のドッキリの企画なんですけど、まずエステ、知り合いがエステをオープンしたので、そこの無料で体験にミクが一人で行きます。で、そこで私がドッキリで施術者として出てきたら、妹はどういう反応をするかっていうのが一つ目のドッキリです。で、その後に二つ目、普通に気持ちいいエステを受けてもらうんですけど、マッサージ、それがめちゃくちゃ痛いです。私が体験で一回行ったんですけど、もう本当に発狂するぐらい痛くて、もう全然寝れないし、もう痛すぎて発狂するぐらい痛いマッサージを、ニクは気持ちいいリラクゼーションだと思って行った時の反応がどういう反応をするのかっていうのを見ていきたいと思います。それでは私は先に行って、施術者になるような感じで着替えてニクを待ちたいと思います。洋服なんですけども、こちらの方ショーツと全身脱いでいただいて、ショーツ1枚に履き替えていただいて、これをですねここまで置いて、はい、この中に入ってお声かけてもらっていいですか？はい、わかりました。はい、はい、今私は待機してるんですけど、ミクはもう今すでに来てます。ミクが着替えが終わるのを待ってます。バレへんからね、施術をしていきたいと思います。お願いします。ちょっとセッティングさせてもらいますね。リラックスして、リラクセーションなので、リラックスしてもらうためにちょっと目の方ですね、少々押していただきますね。はい、大丈夫です。椅子の方は別のソースの方で作っていただきますので、ちょっとお待ちくださいね。はい、本日担当させていただきます田中と申します。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと足の方からやっていきますね。失礼します。ちょっと冷たくなりますね。冷たくないですか？大丈夫です。ありがとうございます。強さいかがでしょうか？大丈夫です。ではこの強さのままやっていきますね。痛かったらおっしゃってください。ちょっと痛いです。あ、ちょっと痛いですか？ちょっと待ってくださいね。ちょっとオイル足しますね。痛いですか？はい、痛いです。ゴリゴリ言ってた。ドッキリです。え、でも上手くなかった？いや、めっちゃ痛かった。え、そう。なんか骨が痛かったし、あざにまして。ゴリゴリ言ってたよね。うん、どう田中。ちょっと喋り方変えてみたんだけど、うん、どうですか？変わってもらっていいですか？チェンジで。まあ六本木まで来たんですけど、これで終わりです。そうでしょ、終わり。うん、こんだけ、こんだけ痛い思いしただけ。うん、もう今日はこれで終わりです。じゃあもう帰るのかな。うん。したるっていうのは冗談で、まあわざわざ六本木まで来てもらったので、うん、2時間、2時間何マッサージフルコース、もう2時間も、そう、日頃の疲れを落とすために2時間予約してあるので、もう寝てください。さっきの痛かったのはちょっとね、まあドッキリだったんで、その後まあ気持ちよくなって、もう爆睡できると思うよ。私はさっき帰ってくからさ。うん、じゃあ最高、本物のちゃんとした人のエステを受けてください。じゃあ帰ってもらっていいですか？はい、おやすみなさい。あ、じゃあお願いします。
それ今何塗ってるんですか？これ、お顔に塗る美容液なんですよね、はい、で中が幹細胞、よく美容クリニックで使っている、はい、点滴あるじゃないですか、幹細胞の、はい、あれが原料になっていて、そこでそこに水だったりとかヒアルロン酸とか混ぜて使ってるんですよ、はい、で毛穴の中からちゃんとしっかりお肌の中に吸収して、こう日頃固まっているコリとか老廃物、はい、それを緩めてくれる、外に出してくれる作用があるので、はい、これ全身塗っていきます。オイルとかじゃなくて、オイルじゃないです。お顔に塗る美容液ですね。足に美容液なんて贅沢だね、めっちゃ。初めて。ちょっと今痛い顔してたのバレてるからね。ちょっと我慢してたの。邪魔しないよ。我慢してたのバレてるからね。結構だいぶ痛い。だいぶ痛いでしょ。ちょ顔が。どっちが痛いですか。膝曲げますね、はい、これめちゃくちゃ痛いです、足首見てくださいね、足首見てくださいね、今から痛い頭ですね。痛いよ、ちょっとごめんね、はい、痛かったくれする、あー痛いっすね、うん、あ、すごいね、頭食ってますね、食ってますか、うん、めっちゃ痛くなるんですよね、首と肩でしょ、どうですか、痛いですね、でこれシャンプー翌日に普段何もしなくても触らないと痛くないんですよ、翌日ただちょっと若干揉み返しっぽくシャンプーの時に痛みを感じると思います。ちょっと変顔してみて、余裕あるじゃん、余裕あるよね、余裕ありますね、うん、私余裕なかったよ、痛すぎて、ね、これね結構偏頭痛の方とかね、ここが痛いんですよ、あ痛い、うん、ここが、うん、ここがやっぱりどうしてもね、現代人って携帯もパソコンが必須じゃないですか、痛いよね、これ痛いんですよ、もうこれでちょっとこっちから取ってもらいたいんですよ、はい、そうするとこっちのほっぺたとこっちのほっぺたの大きさが違うと思うんだ、違う、マジ違う、全然違う、全然違いますよね、こっちのほっぺたと、それだけ日頃ここが詰まってる証拠なんですよ、だからお顔が垂れる方って頭のこりなのね、だから痛いけど、これをちゃんと定期的にやっていくと、ここから取ると全然違うよ、全然違いますよね、うん、これ痛いよね、痛いですね、うん、ここ詰まってますよね、ちょっとごめんね、それ痛いですよね、目、うん、のやつリラックスできてますか、いや、力入っちゃってますねだいぶした人とかいます、いるんです、あのね、もうやめてよって言えないけど、あもうわかる、あのやったこいつと思っていますですよね、それぐらい力入っちゃいますもんね、やっぱこう痛いところをちょっとこう我慢しようと思ったら、日頃のこのものが溜まってプッていかれてる、ちょっと少々お待ちくださいねって言って、を入れてきますとか言いながら、ここにアロマを入れます。ああ、怖いよ。股関節っていうか、なんかちょっとだけ開いてる。痛い。うん。しょ。はい。はい。お疲れ様でした。痛かったね。痛かった。激痛でした。激痛でしたね。はい、お疲れ様でした、どうだった、痛かったですリラクゼーションって聞いてきて全然リラクゼーション激痛だった
寝れた？目覚めました。確かに。でも顔がスッキリしてんじゃない？そう、まだ鏡見てない。ちょっとスッキリしてるよ。シュッてしてると思う。ありがとうございます。どう？いや、めっちゃスッキリした、ね、顔スッキリしてるよ、めっちゃ。足もシュッてなってスベスベしてる。めっちゃなんか美白効果もあるらしい、うん、ちょっと白く見えるわ。シュッて、めっちゃ気持ちいい。足がマジ、うん、スベスベ。頭とかはどう？髪とか結構寝てたけど頭もなんかスッキリした。ほんと、うん、よかったじゃん。てかなんか腰がなんかあんまり痛くなくなりました、ね、最初より。すごいじゃん、うん、腰が、うん、全部落としてもらったからだよ、うん、最高。リラクゼーションと思ってきたけど最高。来たかったけどよかったね。ありがとうございます。ありがとうございました。マジで腰が痛くなくなった。それすごいじゃん、うん、すげえ。痛いって言ってたもんね、うん、もうなんかほんとすごい詰まってたから1週間ちょい前ぐらいから痛くなってて、うんうん、座る時とかも見たらもうこのところ作ってなってたのでね、そこ今削ったから多分すごく痛かったと思うけど楽になりました。あ、よかった。経験したことない痛みだよね。やってくると思います、ね、ちょっとすごい痛みに強い人はぜひ来てほしいね。じゃあこの動画がいいと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。